にちは、シエルです。私のところに詐欺メールが来たので、ちょっとこちらの画像を見てください。こちらのメールなんですが、政府が、緊急経済対策の一環として国民一人当たり10万円を給付するという発表を、した直後に来たメールで、こういったコロナに関する給付金の詐欺メールだったり、 SNS 上での悪徳なメッセージだったり、そういうのが今すごい多発しているそうなので、皆さんこれ気をつけてください。メールに記載されている URL とか絶対にクリックしちゃダメです。今インターネット上で速いスピードで情報を得られるとともに、こういったちょっと危ないものもかなり出回っているので、正しい情報の選択みたいなものは気をつけていかないとなって私自身も思っています。これに関しては私が受け取ったメールなんですけど、他には電話での悪徳なものもあるそうなので、そういった詐欺メールが今たくさん溢れていることを、ご友人の方とか、あとは家族の方に伝えてもらえたらいいなと思います。その10万円の現金の給付に関しては、今政府の方では郵送だったりオンラインの手続きを考えているっていう段階らしいので、まだ情報が出てないです。怖いなと思ったことがあったのでお伝えしておくと、今外出自粛ということで、本来は、ご自身で銀行に行ってとかどっかに行って手続きをしてくださいっていうふうにお伝えしてるんだけれども、今こういう状況なので外に行くのが危ないとか、そういう店が閉まっているっていうのを理由に情報をうまく引き出そうとしてるらしいんですね。コロナで外出ると危ないので代わりに今やっておきますみたいな感じの言い回しらしいので、それもそれですごい怖いなと思ってて、私もこのメール届いた時一瞬あれって思ったんですよね。そうなので本当に皆さん気をつけてください。はい、ということでちょっとね、いろいろ調べてみてて、インターネット上で発生する詐欺行為のことをフィッシング詐欺というそうです。そのフィッシング詐欺っていうのが、クレジットカードやネットバンクなどの正規のサービスになりすましてユーザーからログイン情報などを盗み出すという、こういうフィッシング詐欺の被害に遭うと、クレジットカードを不正に利用されて買い物されてしまったり、ログインが必要なサービスも悪用されてしまったりするそうです。あとはユーザーが気づかないうちにパスワードを変更されてしまったりして、そのサービスが解約できなくなったりすることもあるそうなので、フィッシング詐欺の仕組みというのが、メールを受信したユーザーをフィッシングサイトに誘導してクレジットカードやネットバンクなどの情報を入力させようとします。フィッシングメールの文章は今すぐ何とかしないといけないと思わせるような人間の心理を利用した文面が使われています。マスクの無料配布や抽選販売を装った内容のメールが確認されているとのことです。少し前はマスクとかだったかもしれないんですが、今だとその現金を給付しますっていう、そういう言葉で誘導しているんだと思います。こういった詐欺メールもあるそうです。今回国民の皆様へ現金給付が決定した件でご案内がございます。各携帯電話キャリア会社を通じ国民の皆様へ配布していくこととなりました。詳細確認とお手続きは下記 URL へアクセスくださいっていう感じ でここに、現金給付は国民1人につき10万円、適正な手続きを行わせていただきますと、こういうふうに、メールが送られているそうです。しかもあれだね、一番下にソフトバンク株式会社っていうふうに、はい、完全なる詐欺ですね。こういった詐欺メール本当に皆さん気をつけてください。あとは周りの方にも伝えてもらえたらと思います。今ちょっと冷静に考えられなかったりする状況かもしれないんですけど、一旦ちょっと落ち着いて受け取ってみて、ちょっとでもおかしな点があったら周りの方にも相談してみるといいかと思います。はい、というわけで私も気をつけたいと思います。皆さん動画見てくれてありがとうございました。それではまた。